そういう意味ではですね、これだけ大勢の人たちで優勝を祝えるっていうのは、はい、初めてじゃないですか、両球場。あ、はいはい、両球場でね、名古屋ドームの4万500は私は想像してませんでしたね。そうですよね、はい。こちらが映像変わりまして名古屋ドームです。中に入ってらっしゃるのはこれ係員の方でしょうかね。あ、応援続けてますね。優勝の二文字。レフティー、おお、レフティー、お、どうだ、あー、振り切られた。振り切られた、ツーアウトからだ、ツーアウトからだ、勝ち越し、勝ち越し、5対4、逆転。井上が二塁で万歳してます。5対4になりました。それでも星野監督はにっこりともしません。こちら名古屋ドーム、こちら名古屋ドーム、にっこりしたいんでしょうね。神宮は4万5000、名古屋ドームは4万500です。あ、すごいですね。ここは神宮球場なんですけれども、ついに試合をひっくり返しました。5対4。井上今日2打点目。今日は下位打線が大活躍。その時小谷ピッチングコーチが出てきました。レフトへ行きましたね。いい打ち方ですね、はい、これもね、ホームランだと思ったんじゃないですか、もしかしたら。はい、手応えあったかもわかりませんね。今日の風考えてね。いや、それにしても何が見事ですね。はい、試合ひっくり返しましたね。